岡田敏夫のひとりや、えー、皆さんこんばんはあの毎月ですね第一月曜は僕の番組なんですけども、えー、祝日の場合ね月曜が祝日の場合は一周飛ばされるんですよね、えー、なので今回はですね第2週の月曜ということになって入れぐらいになってしまいましたけれどもあの今日えー、っとですね「Q 様の IQ」 バトルだったかな,なんかそれがオンエアされたみたいですけど僕まだ見てないんですよでもあの自分でも成績はよく分かってるので,ですねいやもう怖い怖い難しい難しいいやーなんかね あのー、僕と柴田さんと2人がですね、えー、真ん中辺中堅の担当というのがあるんですね「Q 様っていうのは10人でこう並んでいってこう問題解消しなきゃいけないんですけども中堅のです、ね、ところを取りこぼしが多くてですねパニックになりました、ねあ,まあでも「ゴールデンタイム」のクイズはあんまりねゲームとして出るのはすごい面白いですけども,も向いてないなっていうのははっきり 自分でも思いましたねあのこういうふうにあの好きなことをダラ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 しゃべるんだったら楽しいんですけどもあのバラエティー的なゲームっていうのはなんだろうないやー俺には向いてねえなというかですねあの年齢も違うんですよねだからあの年齢違う割に、えー、重厚な役割を求められているわけでもないというです、ね、やつで関根ムさんはすごいなと思った、まあ、そんな次第です。 えー、お品書き通り進行しようかなと思います。えー、っと、なんだろう。 えはあなんか伊集院さんね楽屋に来て謝られましたよ最初は僕の方から楽屋行ったんですけどちょうど伊集院さんいなくてで後であの控室でいきなり伊集院さんがもう「すいません」って言ってきた言って,きても,うもうわざわざ楽屋に来ていただいておまけにラジオではすいませんラジオでは僕頭おかしくなるんですよって言われたのでまあ、あのー、その辺りはまあ分かってますのでっていうただ、あのー、なんだろうな伊集院さんはまあそこら辺は自分でコントロールして分かってらっしゃる しちゃるんですけども、伊集院さんのファンの人っていうのはすごいそういうのを本気にしちゃう人が結構ね多いので、あのー、そこで伊集院さんあんまり軽々しく謝ると、えー、なんだろう橋ご外されたような感じになるんじゃないのかなとファンの人はなるんじゃないかなのでちょっと心配になったりしますね。カマキリファイターさん学生服似合ってたよて。の中学校以来ですよ本当に爪入りきたのもうつらかった、えー。メンデルさん今日はピンバチしてないんですか。 今日はしてないですねあんまりねこれあのピンバッジが合うジャケットじゃないので、えー、しないです、えー。今週のハンター再開後最高に面白かったボロ雑巾さん。そうですね。あのー、前回春の,あのハンター再開の時のやっぱりあのゴンの、えー「キルアには関係ないもんね」って言われた時のキルアの表情を、えー、2コマ「あのすごいいい」っていうのを僕もこのギャオジョッキでも言ったんですけどもちょうどそれを後ろ側から見ていた立場の 話が出てきてきですねやっぱりあそこ展開点になるんだろうなっていうふうに思いました来週どういうふうになるのかすごい楽しみですね「爆満」もねやっと面白くなってきたねあの連載1回目2回目は最高に面白かったんだけど3回目ぐらいからちょっと微妙にボルテージ上がりにくいなと思ったんですけどもやっぱライバルが出るとすごいいいよねいわゆるデスノートで言うと「えー、L」が登場してっていうやつかも分かんないねえー えー、テレビラドンさん先月の俺たちの旅はどうなったんでしょうかああ中村雅俊さんの番組、えー、ラジオなんかね今週オンエアなんじゃなかったのかな,、えー、なんかあの一応僕にはあの公式ブログというか公式サイトというのがあってそこにあのテレビ出ますよとかラジオ出ますよという告知が出てますの、ね、でそっちを見てみてくださいもう自分でもねあの取材受けたり収録があったりするんですけどもそのオンエアとか発売がいつか全然わからないんですよね。はい ジャギさん、えー、タマビのプチクリ面白かったですあ,ありがとうございます僕もあの多摩美術大学の講演すごく面白かったので今日のお品書きもはなんかそれもちょっと話しようと思いますさて、えー、っとギャ、はい、ンバルカンバルさんあれ岡田さんまた痩せたあそうなんですよあの今回の、えー、ダイエット近況お品書きの一番最初ですねまあそこからいくとですね実はあの えーとね、ダイエットをもう、ね、完全にやめて卒業してから1年ぐらい、えー、去年の6月でやめて今年の7月ぐらいまで本当に何もしてなかったんですよね。で今年の7月に、あのー、学研から「ですね、あのー、書くだけハッピーダイエット」って本が出たんじゃないですかもうだいぶ前の話だけど出たんですよ。でその時の付録のメモ帳があってこれがですねどれぐらい使い勝手がいいのか 僕もあの自分がこういうふうに使ってたっていう記憶でデザインしたんですよね。で今度また DS でゲームも出るしあと何だろうな、えー、今の最新の自分の考えとかを、えー、メモ帳にしたらちゃんと作ったらどうなるのかなとこれは試しにつけてみるしかないなと思ってですね実は7月ぐらいからですねまたレコーディング始めたんですねで7月ぐらいはただ単に食べてるものを書くだけって本当にね一から助走からやりだしたんで。 まだだ食べてるものを書くだけで,で7月後半ぐらいからカロリー書いてで8月から1500キロカロリーっていうですね別にあのもう体重減ってるから無理やり減らす必要ないんですけどももともとダイエットする時のベストの目標がね58キロだって一度言ったことあるんですよねブログでも書いたんじゃないかな58キロだって言っててそれは何でかっていうと身長171センチの男性の美容体系。 美容体系っていうのはいわゆるモデルさんの体型っていうことだからまあ、無理があるんですけど5 8キロだって書いての読んだことがあってあじゃあそれ目指してみるかって言ったことがあるんですね。で6 7キロいわゆる1 1 7キロから6 7キロまでの5 0キロ減ったところでやめたっていうのは自分的にはまあ一応これで終わりなんだけどもまだ続きあるかもなって思ったんですよ。でで年経ってあの体重あまり増えずににすね逆に 65キロまで落ちたんですね1年間ダイエットせずにまあ、ずっと同じペースで生活してるとあの65キロになったんですけどもこれでじゃあ一回体重を落とせるかとか試してみようと思ってですね7月の半ばぐらいからレコーディング開始して7月半ばじゃない7月の頭からレコーディング開始して7月の終わりからカロリー制限開始したらですね8月9月10月の3ヶ月間で 結局ね3キロ落ちちゃいましてですね今6 2キロですねだから、えー、よくあの5 0キロ減らしたとかですねあとなんか5 2キロとか書いてるんですけども最新の成果は、えー、5 5キロ落としたということになりますあのこの辺りになってくるともう趣味なので別にあのダイエットしてもしなくてもいいんですけどもあの全くストレスなく、えー、減らせるなっていうのが分かったので自分的にはあの面白いですねただ単に なんだろうダ,ダイエットのレコーディングのメモの書き具合とかですね使い勝手を試そうと思ってやってたらあちゃんと体重落ちたからやっぱ体は正直だなダイエット近況というのはその辺ですね今6 2キロ台に入ったのでそれでも5 8キロっていうのはねなんか中年のおっさんの体重じゃないからあんまりやってもしょうがないなと思うんですけども僕はあのもともと肩幅がすごい狭いんですよねあのそんなにね。 えー、がっしりした体型じゃないなで肩で肩幅が狭いっていうですねなんかこの落語に出てくる病弱な若旦那の体型を本当は子どもの頃からしてるんでそれだったらまあ50キロ台もありなのかなと思いますけども、まあ、あの62キロまで来たからあんまりやると、あのー、だろうな本当にあのひょろひょろになっちゃうので心当たりで止めとこうかなと最近思ってます。はいえー、っと DS ゲーのゲームの開発話聞きたいですさん d はね何だろう使用書を見せていただいて僕がこういうふうにしましょうってアイデアはいっぱいいったんですけどもゲームっていうものを僕はちゃんと作ったことがないんですね。それまであのガイナックス時代にプリンセスメーカーとか電脳学園っていうパソコンゲームをやったんですけどもパソコンゲームはまだあの容量はあまり考えなくていいのでですね 全体が頭の中に入りやすいんですけどもコンシューマー向け特に DS とかいうです、ね、プログラムとかデータのサイズをできるだけコンパクトにしなければいけないやつというのは考えることがあまりに多岐に多すぎてちょっとね僕のが把握しきれなかったですねとりあえず使用書を見ても見てもなんか分かる気がするけどここのところこういうふうにするとどうバランスが来るのかというのが分からない。結局 あの実用品としてもある程度ゲームとしても面白いっていうふうなことで考えるわけですからなかなかねあのもう監督さんとかですねプロデューサーさんに対して「いやダイエットってのはこうやった方が効率がいいです」ってアイデア出しにとどまったんじゃないのかなあんまりあの監修とか監修ぐらいやってるんですけどもあの王立科学博物館ってフィギュアをやった時みたいな大々的なタッチにはあのならなかったです。えー、白沢さん なんかの雑誌でキャバ嬢が会いたた有名人になってました、ね、あそうこれねあのどっかのテレビ局の人が調査して教えてくれたやつで8月ぐらいに言われたんですよね「あの今六本木のキャバ嬢が一番会いたい男」っていうのでンアンケート取ったらなんか向こうはねあのテレビの有名人とかスポーツ選手とかを期待して。 やってでそれで番組でこうでしたって発表するつもりだったらしいんですけど撮ってみたら岡田敏夫っていうのが出てきて「誰だそれ」ってことになってでああ今ダイエットのやつだってことで「へえ」って話になったらしいんですけど僕それを人づてに聞いてというかまあ人づてじゃないかリサーチやった人とそのディレクターから聞いてそんな面白いことがあるんだなと思いましたけどあんまあのキャバクラ自体行かない人生で連れていかれて行ったことが昔「少年ジャンプ」の鳥島 さんが編集長にになる前の時一回行ってあと札幌で接待受けた時にすすきので行ってあと大阪で接待受けた時に北新地に行ったぐらいじゃないかな六本木ととといいうこころででは行ったこともないですねえー、っとちょっとなんかどんどんあのこっちの方を読んでると時間がなくなっちゃうので、えー、真面目にもうね10分超えちゃったからレジュメを落ちながきを消化しますね。 何、ね、だろう工作教室なんですよオタキング工作教室ということはないんですけどもまた最近ですねあの工作に凝ってまして、えー、何でしょうね冬になって寒くなると工作したくなるのかな関係ないのかな仕事に追い詰められるとかなあの今割とね実は仕事追い詰められてるんですようん前もあの話した、えー、遺言というイベントをずっとやってたんですけどもそれをちくま消防から出すことになってまあまず膨大な えー、今までに自分が喋ったことを文字起こしたやつを見てそれを文章化しなきゃいけないという作業があってで一つその「文藝春秋」から書き下ろしのかなり長いやつっていうのをもう構成段階に入ってて僕はあの一から書いたりしないんですね箱書きっていうかですね、えー、まず全体の構成をカードみたいなもので作って組み合わせて考えていくんですけどもそれをやっててですね煮詰まった時とかにですね、まあ、無償に 逃避したくなってですね、えー、工作を始めました、えー、今回の工作のテーマはですねまたあのムーミンなんですけども「ですね、えー、ムーミンパパの思い出」っていうですねトーアンソンの本がありますで,でこれの表紙に出てくるですねこの万能戦艦っていうか戦艦でもないですけどこれ海のオーケストラ号2世っていうんですね海のオーケストラ号1世っていうのはムーミンパパの親友のフレドリクソンっていう人が作った、まあ、あの水上戦なんですけどもこれは2世で えー、水陸空万能の,、まあ、あの飛行機兼潜水艦みたいなものなんですよでこれをねすごく作りたくなったこれ写真はあのこのイラストは海の中に入った深海魚たちが明かりつけてるのに対してあの海のオーケストラーがピカーとこう単焦灯をつけてで正面の窓のところにムーミンとかですねあとムーミンパパとか砂キンのお父さんヨクサルとか、えー、フレドリクソンとかがいるっていうやつなんですけど。 これのね、なんかこう絵がすごいかっこいいなと思ってですね、えー、作ろうと思いました。ところがですね、こいつが、まあ、これが本部の中のイラストですね。でね、ログに資料がないんですよ。これえー、っとまず、えー、本部内に、あマイクの前に持ってた方がいいかな。これですね。でもう一つあるのがこう序幕式のシーンで、もうね、天とかかかってから何がなんだか分かんないんですね。一応これ斜めパース後ろから見ていて。 これはあの設計者のフレドリクソンです羽の上に座ってる感じで,で、まあ、ここに車輪があるから着陸客があるのは分かるでもう1枚の絵がもうラストシーン空を飛んでいってさあこれからみんなは旅に出るのですということで上にあのムーミンかムーミンパパが立ってるんですけども、まあ、かっこいいはいいんですけどもこのね3枚のイラストしかないんですけども図面描かなきゃいけないで図面描くときもですねやっぱりあの なんていうかな僕はあのメカ好きですからですねメカニックとしてのある程度の整合性が欲しいと思ってですね一応あの断面図を考えてみました。これですね、はいまああのー、ここの部分が球形でここの部分が余圧されていてこの部分に太いパイプ状の手機と補機いわゆるエンジンと,あと、あのー、発電機が入っているんだろうなでここの部分がタラップになっていてメインの車輪があってここの部分にやっぱり。 補助輪がないとちょっと無理だろうな。でえー、まあ、住居とかはこういう風うになってるんじゃないのかな？っていう風うに。 考えましたこれは真正面から見た部分であ真正面から見た断面図でサドルタンクっていうです、ね、水を入れて、えー、なんだろう比重を高めて海の中に潜ったり、えー、もう一回浮上したりする仕掛けがないとダメだろうなとは思ったんですけども、まあ、そういうことを考えてですねまずこれが断面図とか図面作るわけですねでね、えー、その後ですねこれをあの、まあ、作りたい実物大にこういう形をですね えー、切り出すすわけです紙を切り出してで発泡スチルールの玉を買ってきましたでこれがいわゆる球形の,あのブリッジの部分になるわけですねで多分こんな感じでこれあのなんかザクの物合いみたいになってますけどこんな感じで窓がつくんではないのかっていう検討ですでこいつを半分に切ってで紙に貼ってこれがですねボディの原型なんですけども これは前の部分がさっきのスチロール球ですね。でこの後ろの部分は紙粘土です。で紙粘土でこ,れこういうふうになってます。えー、結局僕は紙にこういうのを書いてさっきのやつを実物大に拡大してで半分にカットしたスチロール球を貼ってこの周りを紙粘土でガーッとやって大体の形作るわけですね。まあ、左右対称でなきゃいけないんですけども大体,大体こんな感じで作るわけです。でこれのあとですね えー、うーんとねこれ中空のねボディを作らなきゃいけないんですねで完成品ちょっとあの一応持ってきたんですけどもこれが僕が作った中空のボディです、えー、窓の部分がもう入ってますねこれ途中端折って、まあ、見せちゃいますけどであの中にメカをぎっちり入れるのでこう中が分かれてるようになりますで結局こういう風なものを作るわけなんですけども作り方としては <laughs> この話を今日はするんですよえっ、ー、とね、まああのー、牛乳パックですね近所のスーパー行ったらです、ね、牛乳パックの捨て場があるんですよその捨てるところへ行って牛乳パックを夜盗んでくるというかですねもらってきてで表と裏とのビニールの紙を剥がす、あのー、水にねしばらく浸しておくと剥がれてくるので剥がすんですね。それをハサミでちちちちょょょょきききき切って 3 4時間くらいで水の中ににつけてととちょっっドドロドロになってくんですでこれをミキサーにダーッとかけるとですねドロドロのパルプになるんですねでこれを鍋で煮てですね、まあ、ドロドロのパルプ状のものを作るわけですよパルプ状とかパルプそのものなんですけどねでこいつの周りにアルミホイルをかぶせてまあなんでアルミホイルかぶせるのかというとこの,この粘土が水を吸っちゃうのでね、えー、吸わないようにアルミホイルをザーっとかぶせてでこれを網の上に置いてでこの上にパルプをベタン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 貼っていくわけです。 でこう外側の皮をも中の皮みたいなものを作るわけですねなんで下に網を敷くのかというとベタンべタンパルプべちょべちょのやつをすせるわけですから下に水がボト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 ,ボト落ちていくでこれで1日ぐらい放っておいたら生乾きになりますこれはパカッと外してこのもなかの縁の部分をこうバーッとはさみで切るわけですそうするとこういうやつで中身が中空のものが2つできますでこの段階でこう軽く接着してやってでえ形をまあ 多少歪みがあるのでね生乾きの段階だったら何とかなるからこうキュッ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 というふうに形を成形するわけですね。でえー、っとですねまあ、えー、それの次にあのこれですねえー、っと接吻粘土っていうんですけどもあの石の粉の粘土なんですね。ここのののの石の粉の粘土をこの パルプののボディの表面とか内側にグーッと指でで塗っていくんですよこれは何かというと補強のためですね強度が足りないのでパルプだけだったらだーっと塗っていってでここで大体表面処理をする、まあ、あのフレドリクソンの手作りメーカーですからそんなにメーカーのシャープなしピシッとした線が出なくても多少のデコ,デコボコはご愛嬌かなと思って、えー、粘土をこういうふうに何度も何度も塗ってやりましたで、えー、さっきの着陸客の部分あの出入り口の部分はこういうふうに開くようにしました こういういい工作の部分はやってて一番楽しいですでここの部分は、えー、さっきのの巨大な窓ですね、えーこ,れはあのー、ここの曲線はう、ね、まい具合に手芸コーナーに行くとです、ね、帽子麦わら帽子を作るセットというのがあって麦わら帽子を載せるための透明なアクリルのこう型みたいなものがあるんですよ。でこれがこの曲率がほぼ一緒だったのでこいつをこうぺったりと貼りましたでここの縁をちょっと黒くしているのはです、ね、ちょっと僕なりのイメージがあってですね 2001年宇宙の旅のディスカバリー号ってあるじゃないですかこいつですねこれがね僕ものすごい好きな宇宙船なんでこのこの窓のイメージでこの窓がちょっと一段へこんで縁がこう黒いんですねでこのメカニックな感じがすっごいかっこいいから海のオーケストラ号も同じくこ,のここの縁の部分を原作にはないんですけどあえて黒くしてでここにこうディスカバリー号風の こう窓枠を入れてやろうというふうに思ってます。えー、大変ね、なんかこう楽しい工作なんですけども、ただね、あのー、すいません。あの困ったことがあってですね。遊びすぎではない。あのスチロール球ってですね、 2個とかでで売ってないんですよね今ここにもここ原型で作ったものあら何でだろう入,った入った入った入ったまあこう、まあ、現物汗ですからこんなふうなただたどしいものなんですけどもあのこれってね6個セットかなんかで売ってたんでどうしても余っちゃうんですねこのスチロール球がこういうやつがですねどうやってもこう余っちゃうわけですねでこれのね利用法ないかなと思ってこのね工作が多分 年末いっぱい下手したら正月過ぎまでずっと続くのでなんかもっと簡単に作れるものないかなと思っていいのを見つけました、えー、ゲゲの鬼太郎に出てくるバックベアードっていうですね妖怪があるんですよ、これはあの西洋妖怪ですね、妖怪大戦争の回に出てきた、あれが敵の使用か、は,はははははって言ってるですね。 なんか目玉だけで出たすごい怖い妖怪なんですねあのアメリカの妖怪って水木先生言ってますけどで妖怪大戦争こう次の回の表紙がもうこれですよおっかないでしょこうなんかね海の向こうになんとなく浮かんでるっていうのがすごい怖いんですねただだん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 このこの初登場からですねこいつも徐々に徐々に怖くなくなってきてですねでネズミ男が早速やっぱ裏切ってですね このお方の言うことを聞けそうすれば命だけはっていうかもう横に並んでるんですねで空中に浮いてた時のあのなんかこう枝みたいなものでなん,なんとなく踏ん張って立っててですねおまけにサイズ比較図ってなんかアニメのキャラ表みたいなものまでできてしまってですね徐々に徐々に怖くなくなってくるんですけどもまあバックベアードすごいあの。 目から催催眠眠光光線線出すすんですね催眠光線でねわしの目に睨まれたものは言う通りになるのだと思ってはははははギロジロリって見た、ま、そ目を見てはいかんって言われてるのに目を見ちゃうんですねこういう怖いやつだったんですけどもですねなんかねそのあとで,で「すね妖怪ラリー」っていう回があってですねこれはあの、えー、こんな。 妖怪の少年がですねお父さんに頼まれてお酒を買いに行ってたらですねわーって車に跳ねれるんですで危ないなって言ったらですねバックベアードが運転してる車に跳ねられるっていう回なんですねなん <laughs> じゃこれと思ってあのバックベアードが車運転してやがると思ったらですねこの妖怪ラリーの回ってですねなんかこの後ですね あのー、鬼太郎と喧嘩になるんですね。で、喧嘩になってですね、あの怖いはずのバックベアードがですね、医者料を払う払わないの件で、鬼太郎たちと大物に揉めてですね、ついにはカーレースで決着をつけるって話になってですね、これはカーレースのシーンですね。えー、バックベアード、運転してやがりますね。で、あのー、後ろから追いかけてくる魔女に、なんかこう、目から開口線を出してですね、えー、邪魔をしています。で、こんなやつの結果、えー、バックベアードですね。 えー、事故を起こしてしまいまして、えー、バックベアードムチ打ちが傷んでて、えー、ウイスキーでも飲まないと運転ができないって言っててですねウイスキーゴボゴボゴボ飲んで鬼太郎に追い抜かれてしまうんですよ。<laughs> これがラストですねもうなんかねあらゆる悪役史上ですねなんか最も早く、えー、ダメになったというかですね この,間あのついこの間アニメアであったガンバの冒険の呪いとえらい違いですね最後まで怖かった呪いとえらい違いであっという間にフレンドリーになったもう大強引邪気よりもずっと早くなんか巨大さが薄れてしまって最後は車にまで乗ってしまったであれね作るのにいいかなとちょうど休憩だしいいかなと思ってですねバックベアード作ってみようかなと思ってなんか作ってみたら一瞬で,で,き,できちゃいました えー、これですね,、えー、っとねバックベアードってこういうふうにあのいつも目が上の方に白目があるんですねで、えー、これはあのさっきのピン球ですで横から見るとこうなっててでこの部分にあの300円で買ったです、ね、ちっちゃい懐中電灯がついてましてこういうふうにするとこう目が光るっていうですねなかなか楽しい仕掛けになってです、ね、事務所に置いてるんですけどもです、ね、われながら怖くてなかなか気持ちがいいです。はいてな んであのー、まあ、えー、工作教室っていうお品書きは何かっていうとただ単にあの僕が作ったものの自慢話を皆さんは15分も聞かされたっていうだけのことなんですけどねすいません、えー、ボロ雑ウさん「アホすぎる」そうですねあ俺のことじゃなくてバックベアドのことかなそれとも水木先生のことかなはいなんか えー、今回はですね、なんとなく、あのー、最近、どん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 真面目で、硬い方向に話が流れすぎるんでと思いながらも、ですねやっぱこういうのが僕もあの好きなんで、一回、技法とかを細かくね、えー、説明したかったんです、ティーラーメンさん、鬼太郎読発を独破する決意をした、うん、あのね、毒破した方がいい、今、文庫本で出ている貸、えー、本時代版と少年マガジン版を見比べながら読むと、ものすごい面白いです。 下手な漫画家よりやっぱり鬼太郎はね一回ね原作ちゃんと読んだ方が絶対面白いですよ読んでみてくださいぜひえー、っと残高ゼロさんどうやってアクセルとブレーキを操作するんだかバックベアードですねバックベアードの周りの時は何でもできるみたいですよあのー、なんかこう部下の肩を掴んでちょっと引っ張るとかですねいろんな細かいアクションやってましたから、えー、なかなか楽しいやつですえー、ごろごえ品頃え 砂ごもさん岡田さんいつ,いつになく楽しそうだなそうですね趣味の話をすると楽しいですね本当にあの何、ー、でしょうねこれをこういうふうに言わなきゃ伝わらないなっていうことをあまり考えずに自分が何が楽しくてこれをやってるのかっていうのを説明すればいいから本当は何だろうあらゆる僕が話すこととか語ることっていうのはこうであるべきなんですね。つまり こういういうに考えてるんだなんでかと,うとこうだからだっていうような社会批評的な発言っていうのは言い方はなんですけどもなんかこう言い,言い回しとかですねちょっとしたコツを心得てればそんな難しくないしあと誰が言ってもですねある程度なんだろう議論の方向で収束されてるから同じようなもんなんですねそれよりは自分がいかに感じて何が楽しいのかっていうのをできるだけ 自分の感覚に正直に話す方がやっぱりあの面白いとは思うんですけどね。テラフォークスを思い出す、えー、デンデラリューバさん。あ、えー、テラフォークのことですね。あ、なんでだろう。あの目のことかなゼロ軍曹のことかな、えー。メンデルさん、岡田さん、唇の色は黄色いです。綺麗ですよなんか塗ってるんですか。あ、これね僕もね気になるんですよ。あの自分がねテレビに出てるの見たらなんでこんな唇の色の発色がいいんだろうかって思って。 あの今これメイクも何もしてないんですね。だからあのヒもなんとなく朝剃ったきりだからなんとなくこううっすらこ,ここら辺がちょっと色がつき出してるんですか。あんまりアップリもうアップはそれぐらいにしましょう。おっさんの口のアップ取るのやめようよ。<laughs> あのー、ええー、とねキリンのね川島くんも、えー、テレビで見るとやっぱ唇すごい赤いんですよ。で多分体質だと思うんですけども。 えー、やや僕は黄色から赤みがかった肌の色をしてるので唇の色の発色が強いんですね、まあ、そういうところもなんか、ね、男らしくなくてちょっと自分的には嫌なんですけどね「トラックス・えー、ルーソリッドさん岡田さん工作の本出版しましょう」うーんどうだろうなうん模型とか工作の本はやったら楽しいような気がするんですけども買う人がやっぱりねいないと。 あの面白いなと思って出版してもその,出版社の人にに気の毒ななことになっちゃうんですね、えー、白澤さんまだ10分だけどやっぱこの番組一番面白いなって本当ですかこんな話でいいんだったら本当に俺は楽しいんですけどね、えー、ムーミンってそんな科学的なものがあるのか愛犬はねかまさんあるんですよあのムーミンはね本当にねあの東米ヤンソンが書いてた時代から弟のです、ね、ラルク・ヤンソンが書くようになった時代の切り替わりっていうのがあって トーベってお姉さんが書いててトーベヤンソンさんですねイギリスの,あの新聞漫画を10年ぐらいムーミン書いててです、ね、嫌になったんですねで10年目ぐらいでもう嫌んだからやめるって言ったらです、ね、お母さんヤンソン家のお母さんがめちゃくちゃ怒ってです、ね、何を言うんだって言うんですよでこれが芸術家としてそれでいいのかみたいな話じゃなくてもうムーミンというのはヤンソン家のファミリービジネスなんだから絶対にやめることは許さないあんたが書けないって言うんだったら弟の,あのラルクに書かせるって言ったんですよ。で ラルクは絵が描けないっていうのト東米ヤンソンすごい反対したんですよムーミンの作者ので本当に描けないんですよそしたら描けるか描けないか関係ないムーミンあムーミン家じゃないやあのヤンソン家だからそれでいいのだってうです、ね、お母さんめちゃくちゃなことを言ってで本当に弟のラルクヤンソンですムーミンの漫画としてデビューしちゃったんですよ本当とに下手ですよもうびっくりするぐらいあの弟の描く漫画下手ででおまけに東米ヤンソン自体ムーミンの世界観を日本でね虫プロがアニメする時にノーバイオレンスノー マネーノーエキサイトトメントって絶対に暴力もなければお金もなければノーテクノロジーって言ったのの科学技術もない世界だっていうふうに言って日本人がアニメするっていうのは信じられないきっとダメなものにするとか散々文句言ってたくせに弟がバトンタッチして漫画書き出した瞬間にですねその漫画版のムーミンの弟担当の第1話のタイトルが「タイムマシンでウエストワールドへ GO」ですよ。 むちゃくちゃゃくでしょ <laughs> なんかねそんなのをねやったぐらいですからあの割とテクノロジーに関してはあの曖昧ですね特にあの後期のムーミンになってくるとムーミンパパの思い出には、えー、例えば、えー、パパが王様からもらう、えー、灯台の模型港であの光を放つ灯台ですねその模型の話があるんですけどそれも単一の乾電池が 2つだったか4つ入るるタイプってていいう,うに書いてるんですだからムーミンの世界には乾電池があるんだと思ってびっくりしたんですけどもあのです、ね、割とあのなんだろうムーミンってアニメしか見たことない人が多いんですけど僕はあのアニメ版のムーミンもねもちろん好きだし「おさびし山」の曲とかあと「砂フキンの声」をああいうふうにしたっていうのは本当にね日本人が作った財産だと思ってるんですけども。 原作のムーミンもねほんとへんてこでいいです、えー、ディープな世界ですからあの鬼太郎も原作の漫画はすごく変でムーミンも原作の小説はすごく変です鬼太郎のね漫画ねだって後半は水木さんなんかどうも連載したくないらしくしょっちゅうでたらめな回があるんですよ。あのー、北郎とネズミ男がすぐ人生嫌にになって旅に出ちゃうんですねでイカドを作って食料どうするって言ったらそれはもうあのー。 イカダの上でもやしでも植えてその上からおしっことうんこでもかけてりゃいいって本当に言うんですよあのおしっことうんちかけてりゃいいって言ったらそしたらお腹が空いてもやしが入るの入るのが我慢できなくてあのおしっことうんちを先に食べちゃうって会があってできたきたとネズミ男が俺のうんちを食っただろう何お前こそ食っただろうって言ってつかみ合いの喧嘩する会があってでその結果南の島行くんですよで南の島で楽園みたいなところがあってそこの村長の娘 どう見ても小学校56年ぐらいの女の子をまた取り合いして最後は鬼太郎が勝って鬼太郎がその女の子とセックスしてその女の子に子供を産ませてっていうところでラストシーンでえーって思ったらそこから連載2年か3年休んでまた次の時には一からうん腹が減ったなって鬼太郎が言っててネズミ男とかいい話があるんだなってくるっていうですねものすごいデタらめで水木先生アナーキーですよすっごい面白いえー、フェネホール・オフ・ヘッセリンクさん岡田さんみたいな生活を送りたいなと。 あ、あまあ50歳になれば大丈夫ですよ。はい、えー、bs アニメアは面白かった。ちょいちょいとさんあ,ありがとうございます。もう僕はあのー、自分が出た回はっていうかね。自分が出た漫画用は生だからいいんですが、アニメアはとかやっぱあの恥ずかしいし、怖いから見れないですね。あの、ブログでもちょっと書いたんですけども、アニメアワーって基本的に2時間ぐらいの収録を。 分分とか50分ぐらいのサイズに縮めるんですね残り10分とか15分は VTR の再現とかそういうやつで使われちゃうから1時間フルに使えないんですよ。で60分をあ120分を50分にするから半分ぐらいだって思うかも分かんないんですけども半分じゃないんですよまず、えー、どうしてもです、ね、ゲストの人を立てなきゃいけないからゲストの人の発言っていうのをまずできるだけ多くとって次にゲストの人の発言が引き立つような 発言いいうのを多いめにレギュラーから披露んですねだから僕とか司会の人とかの発言で残りやすいのは何かっていうとゲストの人が何か言った時にそれに対するリアクションとかゲストの人が何か言うための流れの導入部としてのやつをやそういうふうにしないとなかなかやっぱあのゲストの人もですね来てくれないというかですね漫画やわのこのゲスト置いてけぼりぶりに比べてアニメやわっていうのは。 あのー、NHK 本体が作ってるんではなくて、その NHK から発注された会社が作っているので、すごい普通の番組の作り方してるんですよね。だからそこら辺もあってですね、なんかこうあんまり濃い方向に話が行きにくいですね。まあ、それで構わないとは思っているのも事実です。なんでかっていうと、アニメっていうのは漫画に比べて見る人が圧倒的に多いんですよ。えー、小説の読者層っていうのはま日本で 例えば10万人ぐらいとしましまょう。そしたら漫画読んでる人は100万人でアニメ見てる人は1,000万人なんですよ。そうするとどん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 10万人に合わせることっていうのはかなり濃い深いことができるだから小説の評論雑誌っていうのが売れるわけですね文芸雑誌っていうのが売れる。でそれが規模が10倍になって漫画になったらもう漫画の評論雑誌っていうのがほとんどないような状態漫画やわが唯一の評論番組っていうぐらいないんですよ。 でアニメみたいにそのさらに10倍小説に比べて100倍ぐらいの人口になってくるとより一般に分からせるために本当はね紹介番組を作るぐらいが精一杯のはずなのにアニメアワーっていうのはなんかね本当にうまいこと評論風味を入れてってトークバラエティーギリギリの路線いってるんですねだからそこら辺ね漫画アワーと比べるともどかしいことは僕自身出演しててすっごいもどかしいんですけども。 自分がもしプロデューサーで番組作るとなるとまあアメトーークみたいにするのが本当は一番番組作るのは楽なのによくここまで好き勝手やらせてくれるなというふうに思いますね。え a、ー、パン p 9 4さん昔の漫画は基本的にアナーキーなものが多かった。ああ これはねあの単行本っていうのをみんな想定してなくてあの雑誌連載で終わりで子供はなんか23年したら前のことを忘れると思ってるから結構意外なこと書いてたっていうのはあるしあと作者自身が何でしょうねあの売れて儲けようとか案外考えないそれであんまり成功した人いないからですねだからあのアナーキーなものっていうかですね書きたいもの書けるようになったらどん,どん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 脱線していく人が多かったんですね。名探偵ジゴマさんん最近読ででる本は何ですか 池、えー、池上池上一のテンスとは評判いいみたいですか最近読んでる本最近読んでる本は何でしょうね今ラリー2分を読み直しててこの間「中性姿勢」っていう短編集読んでその次に「あのー、太陽系辺境空域」っていう短編集読んで,で次どうしようかなと思ってますね同じラリー2分つながりでプダブの世界行こうかなっていうもう分かんないでしょう、えー。つまり 70年代から80年代の SF を楽ししんで読み返してますねあのこれはもう僕自身の40歳超えてからのテーマなんですけども新しいものをあんまり追いかけてるよりは、えー、自分が好きなものを何で好きなのか何で面白いのかっていうのを言語化するっていうのを、まあ、ライフワークかなというふうに思っているのであまりあの新しいものにこだわってないです。 ええー、田ぼっくりさん、さすが戦争体験してる漫画家、違うな。あ水木しげる先生のことですね。そうですね。さすが、あの南の島で、えー、なんだろうな。片腕をなくすような思いをした人は、やけくそになった時のやけくそ力が違いすぎますね。どんなに北太郎が、なんかこうヒットしても。だって北太郎がね、大ヒットして、テレビアニメで人気が頂点の頃の少年マガジン版の北太郎のセリフで。 あの正義の味方として祭り上げられてノイローゼになった北郎はってみたいな回が何回も何回もあるんですよ。だからなんかヒットしていることが自分でも嬉しいんですけども、どうかなんか嘘みたいに感じてるんでしょうね。うん、はい。漫画やわりによってオリラジのあっちゃんが好きになりましたメンデルさん。あ、そうですね。あっちゃん良かったですね。あのー、すごい語る人だし、なだろう芸人さん同士の漫画とかアニメの語りにはあまりあの人あの向いてない。 と思いますねだからといって漫画用バに向いてるのかっていうと石川純さんとの兼ね合いがなんかなどうかなうーんいい時はいいと思うんですけどもあの漫画用が得意としてる深いところへ入っていくっていうのが、えー、どこまでできるんだろうかなと思います。あ,のあっちゃんはは自身もものすすごい頭もいい頭人ですし 語れるんでしょうけどもそれを芸として語れるのかなっていうあたりでなんかちょっとそれをやらしてもこの人の芸人としてのんでしょう損得で言えば得になるのかどうか僕もちょっと計算つかないですねちょっと待ってくださいねはいえー、あとなんだろうねお品書きもう40分だからお品書きの消費いきましょうか あそうですねあ白沢さん、そろそろお品書きに戻った方がよろしいかとそうだ僕もそう思います、えーっと。どこから行こうかな。あのー、成功する近道。これはあのー、前、講演会で言ったことの繰り返しになっちゃうけどいいのかな情報と共用どっちもねねなんか、ね、めんどくさい話なんですよあの。今回めんどくさい話よりって言ってたのにやっぱめんどくさい話もできちゃうよな。えーっとね 「プチクリ」の講演会っていうのは僕が書いた本でいわゆるクリエーターとしてプロを目指すよりはあの趣味としてのクリエーターを続けていってその中でギャラが発生して、えー、それで生活することがあってもいいけども無理やりプロを目指さない方が実は人生って楽しいんじゃないのかクリエーターとして楽しいんじゃないのかっていうようなことを提案した本なんですけどね。それを多摩美術大学でで講演したんですけども 最後の,あの質疑応答の段になってですね、えー、なんか手を挙げた人が「えー、今度駒沢の方かなんかで、えー、DJ の人呼んででアニメの音楽とかかけるイベントするんですけど」みたいなことって僕はもう全く彼が言ってる用語がほとんど分かんないんですねその、えー、DJ の人がアニメの音楽かけるっていうのはそれは別にアニソン大会かなとかみんなが踊るって言ったら別にみんなが踊るんだったら DJ なんてやついらねえじゃんとかこう。 なんか彼の雰囲気を言うとなんかその DJ の人がアニソンをかけてっていうことにすごい意味性というかかっこよさがあるみたいな気がしてるんですけど僕にしてみればああ別にあのアニソンかっこいいからねそれで踊るの踊ればいいじゃんそれのそのイベントのどこに難しさとか面白みのポイントがあるのか僕が未経験だからよく分かんないんですけどもまあ話を聞いててでどういうふういふにこれは「あのダイヤモンド社だったかな,な「かザ二2 1っていう今売ってる雑誌で。 一流の成功術二流の成功術っていうのがあってそこでもインタビュー受けて答えてるんですけどもあの成功術とかですねあと失敗しない努力とかよく言われるんですけどです、ね、僕はあの前々から多分ここでも言ったと思うんですけどですねあの成功するノウハウというのは基本的にないと思ってるんですでその DJ の人がアニソンをかけてていう人にも同じように答えたんですけどもどうすればイベントで成功するのか。それは 多分どうすればイベントに成功するのかではなくてあらゆることに関して共通している法則だと思うんですけども成功する法則方法ってないんですよノウハウってないんですよねですでそのためにはまずあの DJ の人が音楽アニソンをかけるイベントっていうのをですね、えー、成功させようとしちゃダメなんですよ。あのダイエットで言えば痩せようとしてはダメで太る努力をサボるっていう僕がよく言うんですけど。 それと全く発想法は同じですね。成功しようとするんじゃなくて、いかに失敗につながるような努力をしないのか。えー、みんなね失敗するような努力を地道に重ねちゃうんですよ。例えばよくやりがちなのが、えー、DJ の人がそのアニソンをかけるイベントって言ったらすごいもんだろうから、これにどん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 力をかけて本気でやろうとするんですよね。これは僕は、えー、成功すればいいんだけども。 割と、ね、失敗しやすい方法だなんでかというとそれにパワーをかければかけるほど失敗した時の被害が大きいからですね例えば5万円とか10万円とか持ち出ししちゃったら同じようなイベントも半年とか1年とかやる気もしないしお金もないからできないそんなことをやるよりはできるだけ失敗しても誰もがリスクを負わない程度の軽いイベントにしといてその代わりその音楽をかけるイベントっていうのを1回きりじゃなくて5回分用意する5回とか10回連続でイベントするようにするんです。 でイベントの中身をほんの少しずつ変えておいてだイベントを1回するのもです、ね、10回するのも実は手間って、ね、2倍程度しか変わらないんですよあの。それにスタッフの方も回数を重ねれば重ねるほど経験値が上がるから絶対にイベントの完成度も上がるわけですね僕が例えばここのギャオの一人 y a で喋ってるのでもです、ね、第1回目のアーカイブから見てると分かると思うんですけどもどんどん,どんどんある程度一人喋りが上達してるわけですね。でこれは 毎月やってるからで毎月やってるのと同時に大学でこの毎週人前で話してるから僕は昔からこんなにあの一人でペラペラ喋るのが得意なやつも何でもないですよただ単に習慣化して何回も何回も同じようなことをやってるから技術が嫌でも上がっちゃうんですねそそれととと同じようにあのそういううにいイベントも1回きりやろうとするとダメですだから夏休みに映画でみんな作ろうとかですねもしくは SF 犬とかアニメ犬で SF 映画を作ろう。 年に1本作ってたらあんまり技術上がらないんですねそれよりは年に4作品作るその4作品の中でもすごい映画を作らなくてもいいんですよすごい映画を年に4本作るぐらいだったら毎月1本5分か10分程度のやつをどん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 ,どん作った方がいいとにかく回数が全てです僕が思うに回数と習慣化ですね あのアニメを作るんだったらアニメを作ることが年に1回の大イベントではなくて年柄年中やってる当たり前のことになる同人誌を作るんだったら春あの夏と冬のコミケだけじゃなくて年柄年中作っていて同人誌を毎月1冊とは言わないですけども2ヶ月に1冊ずつぐらい出していって同人誌を作ることが習慣化して当たり前になるこれが一番失敗を減らす方法なんですよ。そうすすると同人誌ででででででもももももアニメでもイベントでも映画でも何でもいいです ずっとやってるとですね。偶然成功するんですよ。これが成功の法則です。成功っていうのはあのこんな必勝法みたいなのを重ねていって、下から盤石の体勢で積み上げていくもんじゃないんですね。いろんな細かいことをやっていって偶然ヒットするもんなんですよ。だからあの世の中でですね。なんかヒットを出した人とかですね。うまくいった人って。 大体が、ね、あの正直な人はいや偶然ですとか、あのー、皆さんのおかげですっていうのは本当なんですね僕自身も自分自身があのなんで今この位置にいたのかって言ったらそれは偶然だよとしか言いようがないんですねもちろん自分なりに努力したり工夫したこともあるんですけども努力して工夫して裏目に出たことの方がやっぱりいっぱいあるわけですからそれよりはチャレンジの回数を増やすことが 僕はあの鉄則だと思いますでそうやって5回10回と同じようなことほんのちょっとずつ違うことをやっていってその中でヒットしたことですねそれは他人に評価したとか受けたとか売れたとか何でもいいですそれをもう一回繰り返すで同じようなことを繰り返していくとだん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 あヒットってこうやって作るのかって自分のやり方がやっと分かるんですそれは自分オリジナルのやり方自分の体験でしかない自分のオリジナルのやり方ですからそれは自分のものとして持ってていいんです。 でもそれを次にじゃあインタビューとかされて語っても実は無意味なんですよね。この自分オンリーのやり方っていうのは自分の子どもの頃からの経験自分の教養あとだ持ってる技術スキル友達の輪人脈あとだろ親が何をしてたのかとかですね偶然この時にこんな話を聞いたといろんな要素がありすぎるからそれをね他人に話して他人が真似できるなんて不可能なんですね。だからあの僕のあのレコーディングダイエット本も いかかに痩せるのかって本ではなくていいかかに太るるるととう失失敗敗を回回避避すすののだけでででできてるんですよでそれが一番いいのは実は食べてるものを書けばいいというのは食べてるものを書けばどうやって自分がまた太る生活に戻っちゃうのかという危険信号がわかるからその危険信号を避けてるとその人なりのオリジナルの痩せるパターン生活パターンが見つかるのでそれが見つかるまでずっと繰り返していきましょうって書いてるだけなんですね。ね。 だからそのどうやって痩せるのかっていうふうに聞かれると僕はいつも「うん困ったな」とか「ですねあのメモ帳を書くだけで痩せるんですよ」書くだけで痩せるのでは実はなくて書いてるうちに自分なりの痩せ方を自動的に絶対発見できるから大丈夫っていう意味なんですね。あまあまあ、思わずこう熱弁しちゃいましたけども皆さのな何かやる時っていうのはですねあの必勝法とかです、ね、必ず成功する方法っていうのはあんまり考えない方がいい。 えー、それはですね魂を熱くするにはすごい役に立つんですよなんだろう自分が尊敬する人とかスポーツ選手でもクリエイターでも何でもいいですよそれの人たちの成功の話を聞いて俺もやるぞってものはすごいんですよそれは自分の魂のためにはいいですけども頭脳のためにはですよ、ね。それと同じ戦略を取ってもしょうがないんですよそれは僕も皆さんも庵野秀明でもないし宮崎駿でもないし押井守でもないし長嶋茂雄でもないんですよ僕は岡田と一緒でしかないし皆さんも皆さん自身なんですよで それぞれなりの絶対の成功の方法はあるんですけどそれは他人の方法を組み合わせたり学んだりするもんじゃないそうじゃなくて失敗しない程度の細かいチャレンジをいっぱい重ねていって偶然転がり込んできてその偶然を繰り返すことその偶然の成功を何回も何回もやり直ししてブラッシュアップしていくってことですねだって僕のね東京大学のね第1回目第2回目の講義なんて本当にひどいもんでしたよ。 もう今から考えたら18歳とかです、ね、ついこの間高校出たばっかりの大学の1年生相手にものすごい緊張してどもってなんだろうレジュメ山ほど用意して半分も読めなくてっていうのをいっぱいいっぱいだったしここでの話もそうですねそのギャオジョッキーになる前に「ゴゴギャオ」って番組があったからなんとかできたんですけどもラジオとかで最初に自分の番組とか、ね、やった時も本当にね上がっちゃって話せなかったんですけどもそれでもなんかこう。 かかもなんかも同じこやっぱり週刊連載やってると漫画家が嫌でも絵が上手くなるのと同じで技術が上がっていくんですね。で、えー、イベントでも何でもそうなんですけど技術さえ上がればあとはあの偶然うまくいくことがたまにあるそれも回数を重ねればです、ね、そしたらそれをもう一回バカみたいに繰り返していけば自分なりの必勝法が見つかってって使えるわけですね。それはあまり他人に教えてももしょうがないもんですけども、まあ えー、こんなな感じなのでですね成功する近道はないんですかというふうに聞かれるとそれは何だろう失敗してもダメージを少なくするようにチャレンジの幅を小さくしてだから財産を処分して全財産をかけてラーメン屋やるよりは、えー、この店が失敗してもそんなにショックじゃない。 程度のチャレンジ例えばネットででを売るだけとかですねラーメン屋やるにしてもなんかこう週に1回ぐらい友達がやってる店があったら「あのなんか日曜の午後だけ俺にラーメン屋させてくれない?」とか「店が閉まったあの午,前あ午後10時から午前1時までの3時間だけ俺にラーメン屋やらせてくれない?」っていうふうに言ってで自分が会社終わった後仕込みやって20杯分売れるだけのスープ仕込んでラーメン屋ちっちゃいのやった方が絶対いいです。でそれで 偶然うまくいったり偶然例えばグルメ評論家とかが来て褒めてくれたらそれをどん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 押していけばいいんですねそうじゃなくてこんなふうなことがあったらいいなこんなふうなことがあるに違いないっていうふうに自分の幸運とかですねなんだろ誰かの本で読んだ成功のパターンみたいなのを当てにして人生をかけるようなことをしたら失敗したらもうそれっきりになっちゃいますからチャレンジっていうのは数をこなすことが一番大事だと僕は思います。 ハイシーさん受験にも通じるコツがかももしれないです、ね、そうですすねねそう受験もやっぱり僕成績が下がらないようにするっていうのが一番僕いいと思いますあの勉強にしても成績が下がらない下げる努力をサボるっていう,いうふうに言うのかなはい、えー、逆に世の中の経営者に熱弁してほしいね俳人にもさうん経営者はねこういう話は嫌がるんですねなんでっていうと 成功した人は自分に成功した理由があるって思いたがるんですよだからあのワンマン経営者がオカルトにはまるのもあるしあとワンマン経営者が一生懸命あの自分の成功の理由を他人に語りたがるっていうのはこの辺なんですけども実はすべての成功っていうのは僕はほとんど偶然だと考えてるんですねでも成功した人っていうのは成功したこと自身をアイデンティティにしてるから偶然なんて言いたくないんですよなんかそれを必然と言いたいから神のご加護があったというか もしくは、えー、俺には実はこんな必勝の法則があるんだだから聞けっていうかなんですよでもそんなもんないですもし必勝の法則みたいなものがあったらその成功者ですね誰でもいいですあの世の中で成功してる人スポーツ選手でも経営者でもいいですその人の周りの人全員成功してるはずなんですよ勝間和代さんっていう人がいて年収が10倍になるとかそんな本いっぱい書いてるんです僕自身も彼女の本はすごく好きなんですよ 彼女の本を読んで具体的に役に立つのかってと僕はさっき言った失敗の可能性を減らす以外の部分ではあまり役に立たないと思ってます。何より勝間さんの近くのスタッフの人が勝間さんと同じようにどん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 成功しているようには見えない。でいろんなビジネスコンサルタントでカリスマ的な人はいっぱいいるんですけどもそれぞれの会社の人が成功しているようには見えない。 あのこの間ダイヤモンド社の編集の人も言ったんですけども,もしビジネスで成功の秘訣があるんだったらなんでビッグトモローとかですねそのビジネス雑誌の編集者が全員年収3000万になってないんだと年がら年中成功者にインタビューして成功のコツを聞いてそれを紙面で紹介しているのに誰一人そこからですね年収3000万とか4000万の人間が出てこないということ自体が実は成功のコツとか成功のノウハウ自体が無意味なことの証明なんじゃないかというふうに言ったんですけども。 おう気が付くとあと5分だごめんなさいねえー、っと、えー、オットーさんこういう話が聞けるのはとても嬉しいですよかった <laughs> なんかね今日は何を話してるのかとか思いますね、えー、ドンカメタルさん岡田さん意外に上がり症なんだよねなんで知ってんだよあーそうかドンカメタルさんってなんか俺の授業受けたことあるんだろうなえー、っとね上がり症ですね うーんそれはもうきょ、あのー、日オンエアされた Q さんも見ていただいてお分かりの通りえっ、ー、とね後で考えてみたら分かってる問題がかなりありましたねもうショックですはいええと間口秀さんについて会話われおしょうさんと間口秀さんよく知らないなんか洗脳の人だったっけなえティー v 5 6さんあやっぱり岡田さんの話聞いてしまいましたありがとうございます先生お水の飲み方がかわいいですターぽっくりさん ありがとうございます <laughs> あと3分でお願いしますというのが出た、えー、そういうアニメやわな「エヴァの会」はカオスだったようなたたの26さんああもうあまりに昔のことで忘れてしまいましたねはい、えー、そんなもんですね今回あとは、えー、情報と共用なこれはね、あのー、先週の大学の授業で学生に言われてなんかショックだったことから始まるんですけども やっぱね話自体がねえらい長いので、えー、次回以降ですね次回以降の話がねもういくつも溜まってるよね溜まってるけどもまああの何、ー、でしょう「世界平和は可能か」とか何かいろいろあったよねうん溜まってるけどね何かねあの1ヶ月ぐらい経つとどんな話か覚えてるんだけどもなんで自分がそこまで話したかったのかっていう情熱の部分が かかすれちゃうからやっぱりそのその時に話したいことを話すのが僕はやっぱり一番楽しいのでこのスタイルでやらせていただきたいですね今日一番話したかったのは工作は楽しいなんですよ、あのー、工作楽しいよ本当に紙とね粘土があったら実はかなりいろんなことができるしお金なんてかかんないでやればやるほど手につくスキルがいろんなものに応用可能プラモデルのねスキルってね割とね応用の幅が 思ったほど広くない僕も小学校ぐらいの時はプラモデルものすごい好きでついこの間までプラモデルしか自分の視野に入ってなかったんだけども23年前から紙とか粘土とかいろんな素材を自由にすることでやっていったら自分ができることがどん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 増えていくのが分かってきたからああなんかプラスチックって素材にこだわらなければよかったんだなっていうふうに今思ってるね。 でちょっと一時期ね、ね木を掘るというのもやってみたいなこれ、俺、才能なかったです、一発で諦めました彫刻刀を買って木を掘ってなんかこう観音様とは言わないんだけどウルトラ怪獣みたいなものを掘ってみたんだけどももう見るのも恐ろしい嫌なものになっちゃいましたので、はいえー、誰かやらなきゃ俺がやらなきゃ誰かやさ平成のの,のっぽさんですねって言われて <laughs> 平成ののっぽさ、ん <laughs> 確かにねそんな感じかもわかんないですね。はい、えー、ということで,ですねそろそろあの締める時間になりました。 次回はででで、ね、ですすすねね12 1月月日日のの曜ククリスマス前なのでクリスマスススママ前な話でもしますいわゆるモテ話とかですねそういうふうな話も可能だと思うんですけどさっきの話の応用で実はモテないと自分で思ってる人っていうのはモテない努力を重ねてるのではないかっていうのが最近の僕の仮説ですね。あの どうすればモテるのかっていうふうにやっぱりノウハウ的に語るんですけどもどうすればモテるのかではなくてですねいかにすればモテないっていう努力をしているのかというのを回避すると偶然に女の子と仲良くことがあるからあとはそれをチャンスがあるために小さく小さくこまめにこまめに押していくのとあと回数をこ増やすだけっていうのが実は僕鉄則の気がします。それれを世間でででよく言われる言葉で言わるる葉えば豆になるって言うんですけど僕ら つついついね僕自身も本当にんだろう女の子とはあんまり縁遠い青春ということはないんですけどもあんまりの女の子とかがいない SF 系とかですねアニメの方でやってたので女の子相手にすごい気負ってた部分があるんですけどもそんなことよりはやはり小さいチチャャレレンンジジと確率をを増増ややすすそのためにチャレンジ回数を増やすことかななと思いますなんかねでもこんなこと言ってるとあ,のあれだよね、あのー、豆をの言ってることと 似てきちゃううんだけどもノウハウハ化したらそなななるのか分かんないな彼らはモテるにはこうだって言ってるんだけども僕らオタクが考えるべきはいかにすればモテない状況をほんの少しでも回避できるのかっていうことで楽しいクリスマスが送れればいいなでも楽しいクリスマス女の子と過ごすクリスマスがん楽しいのかな俺にとってやっぱり一番楽しいクリスマスはこれの,この中身をちゃんと作ることですからね。えー、次回でですねなんか内部構造が少しでも見せれ,れば いいいなと思います、えー、アルキメデス型の永久機関を入れてあの空を飛ぶという科学講渉はしてるんですよ。でないとね空飛べない俺ね最初ムーミン力っていうのを考えたん,だなんか科学力でもう飛ぶのはもう不可能な潜水艦であって中に目か入れてもどうやっても無理だからなんとなくムーミン力っていうのを考えたんだムーミン力にも限界があるからアルキメデス型の,あの、えー、熱力第一で熱力学型の永久機関というのを内蔵させようと思ってるんですけどまあ 来月持ってこれたらですねそこまでの感染大会を持ってきますのでそれではまた来月のですね12月1日にお会いしましょう今日はここまでお粗末でしたさようなら